こんにちは。今日は長い家風の寝顔という作品です、えー、父親を亡くして、えー、母と娘二人で、えー、暮らしているという作品で、えーまあ、娘目線で、えー、ストーリーは展開していくんですけど娘はですね、まあ、自分がいることで母親に苦労をかけているんじゃないかというねそういう気持ちもありながらでも何をやるにも母親と一緒で友達のような関係でもありながら母に対するいろんな繊細な感情が描かれている作品ですで、ある日、 え母親が家にね診察に来るお医者さんと関係を持っているんじゃないかというね噂を聞いてえ最初はえ動揺するわけですけども特に母親にその話をするわけでもなく自分のその感情をねえ伝えるでもなくむしろ女性として一層こう親しみが湧いていくというお話です親子の絆だったりあの娘がね母を思う,こう繊細な気持ちだったりえ娘がね大人の女性になっていく様がねえ描かれている作品かなと思います お楽しみください。寝顔。長い花風龍子は、6歳の時、父を失ったので、その写真を見ても、はっきりと父の顔を思い出すことができない。今年、もう17になる。それまで龍子は、 小石川明画谷のこじんまりした土蔵付きの家に母と二人きり兄弟のように暮らしてきた母の京子は娘よりも十八年上であるが髪も濃く色も白いのみか娘よりも小柄で性さえも低いところから真実姉妹のように見違えられることもたびたびであった龍子は十七になった今日でも 母の父を飲んでいた頃と同じように、土蔵に続いた八丈の間に、母と寝起きを共にしている。古都三味線も、生け花茶の湯の稽古も、長年母と一緒である。芝居へも縁日へも、必ず連れ立っていく。小説や雑誌も同じものを読む。学科の復習試験の下調べも母がそばから手伝うので、 年とともに隆子自身も母をば姉か友達のように思うことが多かった。しかし、十三の頃から隆子は何のわけからとも知らず、折々こんなことを考えるようになった。母は、もし自分というものがなかったなら、今日までこうして父の亡くなった家に寂しく一人で暮らしてはおられなかったかもしれない。 自分が八つの時亡くなった祖母の家に、とうに帰ってしまわれたかもしれない。母がこの年月、ここにこうしておられるのは、全く自分の生まれたためではないか。龍子は母が養育の恩を、今更のようにありがたく、片付けなく思うとともに、また母に対して、何とも知れず気の毒のような、すまないような気もして、 自然と涙ぐんだ。それ以来、龍子は、ただに母と自分の身の上のみならず、見回す家の中の家具ちょうど、または庭の植木の様にまで、底知れぬ寂しさを感じるようになった。家の中には、龍子が生まれた時から見慣れた、タンス、火鉢、屏風、書棚のごとき家具の他に、茶の湯、 裁縫、生け花の道具、または大きなガラス戸棚の中に並べられた人形、羽子板、玩具の類、一つ一つに注意すれば、むしろ物が多すぎるほど賑やかに置かれてある。それにもかかわらず、家の中はいつも浸として、薄寒いような気のするほど静かである。日当たりのいい縁側には、 チリめんのヤグ、歯舞体の座布団や親子二人の着物が干される。軒先には翼と音の紫に首と腹との真っ赤なインコが青いカゴの中から頓強な声を出して鳴く。さして広からぬ庭には四季絶えず何かしら花が咲いているが、それらのものの派手な生めかしい色彩は、 かえって男気のない家の中の静寂を場、どうかすると一層寂しく際立たせるように思われることがあった。日頃、親子の家に出入りする男といっては、日々勝手口へ御用を聞きに来る商人の他には、植木屋と呉服屋と佳作の差配人と、それから桑島先生という内科の医者くらいのものであろう。いずれも、 龍子の生まれない前から出入りしていた人たちで、もう髪の白くなっていないものは一人もない。立花屋という呉服屋の番頭は、長年母の実家のお出入りであった関係から、母の嫁入りした先の家まで、商いを広めたのである。差配人の高木というのは、亡くなった主人が経営していた会社の使用人で、 長年金庫の番人をしていた固い老人である。植木屋は雑司ヶ谷から来る五兵という腰の曲がったじじいであったが、龍子がちょうど高等女学校へ進もうという前の年、松の下よけをしに来た時、長兵から戻ってきた亀蔵というせがれを連れてきて、自分は年をとって仕事に出られなくなったから、この後は親父同様に、 せがれをお使いいさるようにと頼んでいった長年かかりつけの桑島先生が老病で世を去ったのもやはりその頃であった竜子はある日学校から帰ってきた時前夜から少し風邪をひいていた母の枕元に年の頃は3 4仕とも見える口ひげの美しい見知らぬ医者の座っているのを見た。 龍子は桑島先生の死後、その代わりに頼むべき医者のことは、まだ一度も母から聞いていなかったので、その日突然、見知らぬ若い医者の姿を目にしたとき、龍子は何のわけもなく、この医者もちょうど、植木屋の五兵がせがれの亀蔵を頼んでいったように、桑島先生の生きていたときから、その代わりとして推薦されたものであろうと思った。そしてそのときには、 岸山先生というその名前さえ母には問わなかった信頼の若い医者は3日ほど経ってまた診察に来た龍子は母の枕元で話をしながらシュークリームを一口頬張ったところなので次の前逃げ出して口の旗と指先とを拭いた後静かに元の座に立ち戻った 医者は母に向かって食欲の有無と、また咳が出るか否かを簡単に聞いたばかりで、脈拍も見ず、体温も測らず、また患者の胸に聴診器を当てても見なかった。そして携えてきたカバンから処方箋を取り出して処方をしたためると、そのまま黙って座を立った。隆子は年取った桑島先生の診察が、 いつも嫌になるほど念入れであったのに引き比べて、岸山先生の診察ぶりの、これはまたあまり簡単すぎるのに、少し頼りないような気もして、女中と一緒に玄関まで送り出した後、母の枕元に座るが否や、お母様、今度の先生はどこも見ないんですね。あれでいいんでしょうか。と言うと、母は、 別に重い病気ではない。ただ風邪をひいたばかりだから、あれでいいのでしょう。と答えて、安心している様子に、隆子もそれなり何も聞かなかった。もともと隆子は、年取った桑島先生を深く信用しているわけではなかった。ただ経験を積んだお世辞のいい開業医に過ぎないことを知っていたので、信頼の岸山先生の簡単な診察ぶりと、 愛速けのない態度については、かえって学者にふさわしいような気もしたところから、その後病気になった時には、母の進めるのを待たず、進んで岸山先生の診察を受けた。ある晩龍子は、母と一緒に遊楽座へ長歌県政会の演奏を聞きに行った時、廊下の人混みの中で岸山先生を見かけた。岸山先生は、 初めて診察に来た時の不愛想な態度とは違って、丁寧に挨拶をした。それからしばらく経って、やはり母と一緒に帝国劇場へ行った時、また岸山先生に出会った。そして誘われるままに紅茶を飲んだ。龍子は帰りの電車の中で、岸山先生が長唄を習っているということを母から聞いた。 親子は毎年8月になると鎌倉か寿司かへ2、3週間秘書に行く。隆子が15になった時の秋、東京にコレラが流行して学校は9月末まで休みとなったところから親子は一度東京へ帰ってまた鎌倉へ引き返したことがあった。滞在中に2度ほど岸山先生が見えた。二度とも 鎌倉のある病家へ往診に来たついでだということであった二度目の時隆子は母と先生と三人して海水を浴びに行った晩飯をも一緒に済ましてから先生は最終列車で東京へ帰るそれをば親子は涼みながら停車場まで送って行った次の年 龍子はもう十六である。去年と同じように鎌倉に秘書していた時、龍子は毎日母と二人きり差し向かいの退屈さに、今年も岸山先生が遊びに来てくださればよいのにと言ったが、母は笑ったばかりで何とも言わなかったので、次の日龍子は、私、先生に手紙をあげてみましょうか。と言うと、母はちょっと龍子の顔を見て、 すぐに笑顔を作り、病気でもないのに、お気の毒です。と言った。東京に帰ってから、その年は冬になっても、親子二人ともに風一つひかなかったので、龍子は岸山先生の姿を見ずに、間もなく十七の春を迎えた。梅が咲きかけた時分、ある日学校からの帰り道、 龍子は電車の中で、隣に腰をかけている二人連れの見知らぬ男の口から、明賀谷という自分の住んでいる町の名と、小林という自分と同じ名前が幾度か言い出されるのをふと聞きつけて、何心なく耳を澄ました。二人とも洋服を着た三十代の男で、しきりに岸山医学士のことを噂している中に、確かに母の京子とおぼしい、 ある女のことが交えられている。龍子は、車体の同様、車輪の響きと、乗客のざわつく物音にもかかわらず、二人の談話の何たるかを明らかに推察することができた。急に、顔が火のようにほてってくる。胸の動機が息苦しいほど弾んでくる。電車が止まった。 リュウコはついと立ち上がって混み合う乗客を突きのけて車を降りた「乱暴な女だなあ」と驚いたもののあったくらいなので竜子は停留場のいずこであるかもしばらくは知らなかった空は晴れているが風が強いので表も向けられぬほど砂埃りの立つ中を竜子は家まで歩き通しに歩いた その夜、う、子はいつものように、生まれてから十七年、同じように枕を並べて寝た母の寝顔を、次の間から刺す伝統のほかげに、しみじみと打ち眺めた。日が暮れてもなお吹き荒れていた風はいつの間にかぱったりやんで、雨だれの音がしている。江戸川端を通る遠い電車の響きも聞こえないので、時計を見ずとも、 夜は早一時を過ぎたと察せられる。母はいつもと同じように右の肩を下に自分の方を向いて少し仰向き加減に軽く口を結んでいかにも寝相よくすやすやと眠っている。龍子は母が病気の折にも翌朝学校へ行くのが遅れるといけないからと言われて決まった時間に寝かされてしまうところから 十七になる今日が日まで夜中にしみじみ母の寝顔を見つめるような折は一度もなかった即発に言った髪は起きている時のように少しも乱れていないまぶたが静かに閉ざされているので濃い眉毛はさらに鮮やかに細い鼻と優しい頬の輪郭とは斜めに刺すおぼろげなほかげに 一層際立って美しく見えた雨は急に降りまさってきたと見えて軒を打つ音と天敵の響きとが一度に高くなったが母は身動きもせずすやすやと眠っているしかしそれは疲れ果てて昏睡した痛ましい寝姿ではない動物のように前後も知らず眠りをむさぼった寝姿でもない 龍子は綺麗な鳥が綺麗な翼にくちばしを埋めて静かに夜の明けるのを待っている形を思い浮かべた龍子は岸山先生と母との関係についてはもう何事も考えまいと思った電車の中で耳にした噂が根もないことであったら無論それに越したことはない万一事実であったら それは母の寂しい生涯に儚い一点の色彩を加えた物語として、龍子はできる限り美しい詩のように考えよう。この後不幸にして、この噂が世間の人の口に言い伝えられるようなことがあっても、自分だけは母に対しては何事も知らないような顔をしていようと考えた。そして龍子は母の方を向いて、 母と同じように行儀よく静かに目をつぶった。けれども、すぐには眠られなかった。夢ともうつつともなく、龍子は去年の秋頃から通学する電車の中で毎朝見かけるある学生の姿を思い浮かべた。たもの中へいつの間にか入れられてあった炎書の文句を思い出した。炎書は、 誰にも知られぬ間に、縦横切れ切れに細かく引き裂かれて、江戸川の流れに投げ捨てられたのである。龍子は意外な夢に我から驚き覚めると、目の前にはすやすや眠っている母の顔がほのかに白く浮かんでいる。しかし龍子は、もはや最初のように驚異の情をもって母の寝顔を見はしなかった。 なんというわけもなく、一層親しい打ち解けた心持ちで母の顔を見つめているうち、次第に疲れて、今度はぐっすり寝入ってしまった。